こんにちは皆さん中山茂樹です。今日もご視聴いただきありがとうございます。えー、自分の今部屋の中から撮ってます。最近あの日本の、えー、コロナ対策に対する、えー、ニュースとかをちょっともう見すぎて、ちょっと自分も気持ちがどんどんふか塞ぎ込んできてたので、今あの僕は台北に住んでるんですけど、台湾の方があの今感染状況は落ち着いてて。 ほとんどそのなんだろう日常生活が今まで通りで何もこう大きな変化がないんですよ。公共の交通機関にに乗るるときマスクをするっていうこと以外は本当に普段通りというか映画館とかなんかバーとかも普通にやってるし時間制限とかそういうのも変わってないしなのでなんだろうその差ギャップにすごいなんか。 辛くなったりあとまあ実質日本に今帰れなくてまあ帰ることはできるんですけど飛行機取ればでも日本で隔離だし帰ってきても台湾でもう一回隔離だから実質1ヶ月間の隔離になるのでそれでこうまあちょっとこの夏は日本に帰れないなっていうので。まあ,あと 自自治体によっててはあの自粛してくださいって規制をお盆の規制を自粛してくださいっていうことでまあでも GoTo トラベルキャンペーンやってるというのもなんか矛盾してるしなんか経済が大事なのはすごくわかるけどそれで感染者がまた増えてでそれでまた経済が落ちていくっていうことを考えると流れが悪くなる一方なのではないのかというまあ何か本当にこう解決をするべき問題が多すぎて。 一つ一つ解決していくしかないんですけど、まあ、まずは自分が感染しないっていうことにすごいこう重きを置いていて、まあ、それでこう自分の生活も変えていこうってことであのこういうねあの消毒液とかを、えー、自分で家から帰ってきてとかご飯食べる前とかそういう時には消毒液をしたり、まあ、あとこのリ,リセッシュで除菌。 まあできることはもうほんと全部やろうっていう感じでそうしないとどんどん感染が拡大していく一方だと思います、えー、まあ皆さんももちろんもうこの半年間嫌ってぐらいに手洗いうがい自粛やってるとは思うんですけどまあ早くやっぱり解決するためにはみんながかからないってことに徹底するしかないので、あのー、もういいやみたいにならないようにしましょう はい、そんな感じでした。それでは三分日記でした。バイバーイ。